はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のスペシャルステージからうららについてですね。作詞作曲は水野さんとなっていますね。今回のうららでは前のファミリーコンサートとは違ってちょっと元気よく歌っていたような気がしますよね。そしてまやお姉さんが慣れてきたっていうのもこの歌だけでもとてもわかるんじゃないでしょうかね。はい、今日はお母さんと一緒のスペシャルステージのうららについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。